ということで、タイトルはかっこよかったですね。ですね、さすがようつけてくれましたね。中身はどうかという問題もありますけど、これから頑張りましょう。はい、大丈夫だと思います。ということで、デモカラ TV ご覧の皆さん、どうもこんばんは。で、今日から新しい月一ですね、番組が始まったということで、まあ冠であるところ、冠番組っていうのかな、こういうの、中川純一郎のという冠で始まりましたんで、はい、私はまあ番組の趣旨をくどくというよりも、まずは中川純一郎という人が、まあ、どういう人かということを、まあ、紹介しながら、それは番組の趣旨が、まあ、ちょっと見えてくると思いますんで、まあ、ネットはインターデモクラ TV もインターネットテレビですから、ある種のネット空間の中のですね、まあ、番組ですから、うん、ネット言論については、その中川さんは第一人者ということでご存知の方は多いとは思うんですけど、一応紹介しますね。これいいですか、ちょっと映りにくいかな。まあ、一番代表的な著作を今紹介しますと、これでタイトル見れば、その中川さんがどういうネットに対する見方をしているか分かると思うんですけど、ウェブはバカと暇人のもの、現場からのネット敗北宣言という本で、まあこれが最初のブレイクだったですよね。そうですね、うん、まあということで、その、まあ、ネットという言論空間というのは、悪く言われれば、まあ、便所の落書きというのかな、誹謗中傷ですとか、まあまあ、他人を貶めるだとかっていうものもあれば、まあ社会に埋もれた真実をですね、その、既存メディア、新聞やテレビがなかなか報じないものもこう、アプローチしてて、まあ、真実を暴いて、権力をチェックするというものもね、機能もある。それがあっても玉石混交であるところで、非常にこう審議が難しい、フェイクニュースも多いということ、そういうこう玉石混交の中で、まあ、中川さんはですね、そのこれは非常に、まあ、ある意味では有害なものもあれば、あとはこれはある種のこう、まあ、社会に沈殿したこう面白さだとかね、そのある種の喜怒哀楽もこれはこう提示してんじゃないかとかね、非常にこう重層的に、まあ、ネット言論をこうウォッチしてきたと思うんですね。で、まあ、そういう中で今回この番組では、ネット言論をですね、まあ、苦言甘言ということで、非常にまあ愛の無知を今まで振るわれてきたけど、返り血もいっぱい浴びたということですね。はい、ですね。で、まあ中川さんから、じゃあまずはこの番組どこをフォーカスして、どの点に力点を置いて伝えていくおつもりで。はい、今日についてはやはりその自民党の総裁選が終わったって思って、いきなり衆議院選挙を開始したというタイミングで収録してるんですけど、やはりやっぱ選挙とネットっていうところ、あとは政治とネット、これについてね、稲熊さんとちょっと喋っていきたいなと思って。まあ、それは今回ね、まあまあ、うん、まあ、まあ今回、最初の第1回示すことでね、番組の趣旨は、はい、見えてくると思うんで、まあ今のフレートに第1回の、うん、メインテーマは出ますかね。まあ、今中川さんがおっしゃったように、いや全体のテーマは、ネット空間における政治と選挙、まあ、選挙劇場ということで。そうですね、で、まあ、この番組全体からすれば、インターネットを見ると結構人間が何考えているかとかね、あとはその人々の本音というのはよくわかるっていうところが、俺は素晴らしいことかなと思ってて、それをウォッチすることによって、自分自身がどうやって商売につなげるかとか、いろいろ分かってくるところがあるから、ずっとネットウォッチをやめてないっていうことなんですね。そうですね、だからやっぱり既存メディアが やっぱり、まあ叩かれたりですね、まあ、不信感というか、ある意味では
距離を置かれるのはやっぱりその本音というものを隠しすぎると、うん、それはありますね。我々もあの本音を隠して、まあ、発表ジャーナリズムに陥ったりですね、うん、やっぱりある意味では、まあ、当局の言いなりになってるんじゃないかとやっぱり見られがち、必ずしもそうではないんですけど、うん、そう見られるっていうのはやっぱりあの本音をこう、過度に押し隠すというところがあるんでね。そうでしょうね。そういう意味であの中川さんがあのウォッチしてきたそのネットにおける、うん、まあ、本音、本音で、はい、ただその本音を取り巻く情報が非常に間違ってたりね、うん、そういうこともあるんで、あのそういうところをしっかりと見つめてるんですよ、ね。そうですね。まあ、偏りますからね。あのなんていうのかな、ネットのちょっとやばいところって、うん、まあ本音にどんどん迫るということも含めてアルコールも入ってるわけですね、はい、であれ本当なんかね、やっぱ熱意のある人の声が大きすぎるんですよ。でそれが全体を表してるかのように見えてしまうっていうのがやっぱネットの危ういところで、でしかもその本音がね、それあの我々新聞の、まあ、記者として既存メディアの、人間として取材してても一番よく見え、あの本音が出てくるのが選挙報道、選挙、そうでしょうね、まあ、選挙と言われるんでね、うんうんうん、やっぱり人間がまああの政治家が、まあ、国会では建前しか言わないのが、あの選挙ではいろんな、まあ、喜怒哀楽、あの、まあ、ある種の人間性だとか欲がむき出しになるっていうところがありますので、そういう意味ではあの いわゆるネットのこうあの深みも、選挙を通じて見えると思いますので、うん、それは、まあそうですね、まあ、第一回の、まあ、ちょうど選挙戦になったんでね、うん、告示されたばかりのタイミングということで非常に、まあ、いいテーマだと思いますので、それで、まあ、その、そのテーマの最初に挙げる項目がこちらですね、まあ、石丸現象、高市現象ということで、うん、まあ、これはもう若干過去のことになりますけど、都知事選で、まあ、石丸公文なんて言葉も出て、うん、まあ、石丸新氏が要するにダークホースでありながら、まあ、日常、まあ、メインステージに入って、小池さんに次ぐ票を取ったと、これやっぱり SNS 戦略が非常に大きかった。でそれと似たような現象で高市さんが、はい、自民党の総裁選で彼女もまあどちらかというとダークホースと言われたのがやっぱり、党員票で、まあ、1位になったと。でこれ共通しているのは同じ実は自民党の非常にこう伝説のというか相当あの、能力の高い選挙参謀の方だったんですよね。それがあの SNS をうまくというかネットを駆使してやったと。この点からでこれをもってして今の衆議院選がにおけるネット戦力どこが誰がこう、まあ、自分のものとして、石丸現象、高市現象のようなものを作り得る候補者がね、もちろんあの都知事選だとか、総裁選のパーソナル、一人のパーソナル、まあ、リーダーを決める選挙ではないのにいっぱいいろんな人がいますけど、この現象がどういう形で今回の選挙に及んでくるかということからまず入りたいと思いました。そうですね、まあ、あのちょっと番組の後半でそのネット選挙が見事にはまった例というのは出しますけど、今回やっぱあの石丸さんも高市さんも熱量の高い支持者をねこう巻き込んで、その人たちが勝手に宣伝してくれたというのが大きいんじゃないかなと思うんですよね。それで正直都知事選で小池さんが1位というのも分かってたんだけど、蓮舫さんが2位になると思ってたんですよ、まあ一般的にはね、うん、そしたら石丸さんが2位になった、うん、これはもう圧勝ですよね。まあそうだね。で高市さんにしてもあのおそらく今回ネットが影響を与えたと思うのは、そのやはり安倍さんという方が亡くなって英雄視される状況になって、うん、安倍さんの政治思想を継ぐ者は彼女しかおらん、うんうん、で中国に対して強く言えるのは彼女しかおらんっていうことで、うんうん、多分そのネット上で団結力がむちゃくちゃ生まれたと思うんですよね。まあそうですね。でそれでまあハッシュタグで
あの高市さんを、うん、次高市早苗さんを次の総理大臣にみたいな運動が発生したりとかして、うんうんうん、もちろん自民党員しか投票はできないんだけど、うん、それらの投稿投票権のある自民党員だって、うん、国会議員だって見てるわけですよ、うんうん、そうなると勝ち馬に乗ろうかなって考えるんじゃないかなっていうのがちょっと思ったりもしました、ねうん、今回、ね、今話聞いてて若干その石丸現象高市現象でしかも同じ選挙参謀がやったからどうしてもまあ道理に扱いたくなっちゃうんだけど今の話聞いてて、うん、実はあの石丸さんと高市さんちょっと違うなということも感じたのはそれはどちらかというとあの固定票のまあ、自民党のコアなものを固めた感がありますよね高市さんの場合はね、そうですね保守派ってことです保守派というか岩盤の、うんまあ、どちらかというと日本会議というか、まあ、いわゆる、うん、と右の相当右の、うん、に偏ったというか 右の岩盤層ですよね、それに比べると石丸さんというのはちょっと違うと思ってどちらかというと今まで選挙だとかねそういうことに無関心だった人を随分と持ってきたんじゃないかと言われてるんですけど、うん、ね、なんか年齢層をこう石丸さん投票した人の分析があったんですけど、うん、意外と高齢者も石丸さん投票してるんですよ、うん、っていうと多分、まあ、小池さんには投票したくないけど、うんうん、あのコテコテのこう左の蓮舫さんにしたくねえみたいなね、うんうん、人がなんか中立発して、うん、あの石丸さんにそう投票したんじゃないかなと思うんですよ、うんうん、だからこれって昔のあの、うん、渡辺さんのみんなの党みたいな位置づけな気がするんですね、うんうん、あと今の国民民主党のポジション、うんうん、そういう層が意外と東京都民に多かったのかなっていうのが私なりの考えですね、うん、でまあ多分高齢の人というのは、まあそういうまあ、今までの選挙を やってきたけど、まあ、今言ったように、うん、ちょっと左がかった蓮舫さんに言いたくないのっていうのが、まあ、住み分けができたって分かるんだけどプラス選挙に行かなかった層を掘り起こしたっていうのはやっぱりあの石丸現象 ネット戦略はあの大きかったと思うんですけど。そうですね。石丸さんってね、あの安芸高田市っていうところですよね、うん、確かもともと市長やられた、うん、でそういうところの市長さんだったのに全国的な知名度を誇ってたわけで、うんうん、この人が東京都知事選に出るってなるとやっぱあの彼もともと注目してた都民はね、うんうん、よし今回行くかってなりますわね、うん、で今回あの都知事選で宇都宮悟さんっていうお医者さんもいるんですよ、はいはいはい、で彼も結構なんか十何番目を取ったわけだし、うん、その本来行かない人が行く効果はあったと思うんですよ、うんうん、それはもっと言うとあの在特会の桜井誠さんっておるじゃないですか、彼も何回か出てますけど、まあまあ取りますね、彼も結構取るわけですよ、うん、だからやっぱこの人だからこそっていう全国的にファンがいる人がもともとねそうネット上ですでに人気がある人がこうやって都知事選とか出るとそこにやっぱ都民が行かない人がちゃんとそこに投票するって行動があるんじゃないかなと思いますね。もっと見方を変えると既存メディアね新聞だとかテレビがまあどちらかというと敬遠してるのかまあ新聞社の判断で言えばそれはやっぱり影響力があまりないから普段取り上げないという人、うん、でもこの人たちは面白いじゃんっていう人たちは一定数いて それは全国的に行ってあの、まあ、一定の層はいてそれが選挙ということがあってその今までネットの中では普段からその人たちの言説は非常にこう、まあ、支持されて一定層を支持層を作ったのが選挙ということで現れてきたということですかね、うん、だからもしかしたら例えば本当に東京都知事選15万票取るようなね、うんうん、とある思想を持った方があのどっかの県のね、うん、県議の選挙では結構勝てると思うんですよね、うんうん、
なぜならば、その人のファンっていうのはどこの県にもいるわけで、で今回15万票東京都知事選取れた候補が、例えばもう我が佐賀県とかで出た場合に、まあ別に県議選挙で当選するとは思うんですよね。そうね。で今回 の、 その、まあ、都知事選に限って言うと、その、まあ、選挙参謀がなぜか自民党の選挙参謀だった、まあ、あるレジェンドがついて、まあ、藤塚さんとかね、それがついて、 これのこう、まあ、なんとかな、ある意味では巧みだったと思うのは、あれは多分石丸さんを当選させるための選挙戦術じゃないと思うんですよ。それはやっぱり まあ、ある種の蓮舫さんへの落選運動というのかな、はい、つまり主張を見ると自民党の参謀なのに、がついてるのに小池さんを随分と批判してましたよね。それによって、まあ、今もおっしゃったように、その小池さんにはちょっとあれだけど、まあ、蓮舫さんについていけないっていうのを随分と吸収したと、うん、それによってその蓮舫さんに行くべき票を随分とかっさらってって、で実際問題、彼と蓮舫 の、 票を合わせると小池よりもいってたわけだから、そ う、 だそういう意味ではその非常に ネットとこうマッチしたある種の落選運動が、うん、まあ構想した、 そういう、 こう戦略としては非常に巧みだと思うんですよ、ね、うん、もう石丸さんの2位になったっていうのはものすごい成果だと思うし、うん、でこれでやっぱ思い出すのが2016年の都知事選なんですけど、その時小池さんが、まあ、勝つわけですよね、うんうん、で本来リベラルの側は鳥越俊太郎さんが勝てると思ってた、うん、しかし蓋を開けてみると増田寛也さんが2位だったんですよね、うんうんうん、でその見失っちゃいけないのが、そのネット上だと鳥越さんが圧倒的に有利な風に見えるんですよ、リベラルの側のツイッターの投稿とか、ね、見てるとネット上でもね、ネット上で、うん、で増田寛也メディアでもそうだったけど、そうで増田さんってのはなんか地味だしさ、うん、みたいな、でもその、まあ、小池さんに投票したくない人は何も意見は言わずに増田さんにやった、うん、ただ鳥越さんに投票したい人はネットで大騒ぎしたって、その差だと俺は思ってて、うん、で今回も蓮舫さんってものすごくネット上で人気があったんですよ。人気もあるし炎上も多かったから、うん、要するにネット上だけ見ても今日露出は実は蓮舫の方が多かったのに、そのネガティブも含めてね、うん、だけど蓋を開ければそうなので、そのネット上のものすごく人気ある方とか、うんうん、あと支援者の声っていうのはあんま当てにならんって話なんですね。あ、なるほどね。表面、ネット上の表面だけ見てもですね、うん、で実はそのネットで発言しない人の方が多数派なんですよね、うん、あで本当にやっぱまあ、X 中心ですけど、うん、発言する人なんかそんなにいないわけですよ、日本全国考えると、うん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 、でもなんか選挙になると、例えば党とか、うん、あるいは選挙参謀の方っていうのはネットの意見を重視しすぎて、そこにおもねった発言とかね、うん、をしたくなんだけど、いや実はその何も発言しない人の方が圧倒的に多いんですよってことは知った方がいいかなと思いますけどね。じゃあよく言われるそのネットを駆使してネット戦略がでこうそうしたっていうのは必ずしも言い切れない、言い切れない。あとでまあその構想した例は2013年の参議院選挙であったってことは言いますけど、うん、まあ、それはちょっと初めの方で後でとして、うん、でもあんまないんじゃないかなっていうのが私の実感です。実はそれで、まあ、中原さんにこういうことをくどくど聞くのは、実はその先駆けとして中原さんは博報堂に、ね、いらっしゃって、博報堂で選挙も実はやっておって、ね、博報堂を辞めた後にネットの専門家になって、うんうんうん、そこから仕事が来たんです、博報堂から。なるほど、なるほど。フリーの時です。なるほど。で、でいずれにしてもそのある程度はそのダイレクトに大手のね広告代理店がやるかどうか表だったら別にして、やっぱ選挙戦でその、まあ、博報堂なり電通なりが
ある大政党をある程度は、まあ、サポートというのかアシストというのかしているのは、うん、これは、まあ、事実なわけですね。事実です。自民党は電通を雇ってますし、うんうん、博報堂は、まあ、当時の民主党、うん、まあ、今は立憲民主党ですけど、そうですね、やってて、私はその当時の民主党、2012年の衆議院選と2013年の参議院選を博報堂の依頼でお手伝いした。それでネット選挙を解禁されるのは13年の参議院選から、7月の、うん、でしょうね。でもその前からいわゆるそのいわゆる公式にネット選挙を解禁されるのとは別に、もうすでにその12年関わった時から ネットを選挙でこう、まあ、有効活用というのかな、うん、ネットもでのある種のパフォーマンスなり戦略上無視はできないということでやってらっしゃる。そうなんですよ。当時のもちろんね、その民主党に投票してくださいみたいな行動はできないですけど、うんうん、ネット選挙解禁前にね、うんうん、ただあくまでも選挙の報道が始まると、うん、既存のテレビとか新聞とかはね、うんうん、与党の話ばっかするわけですよ、うん、与党の話が中心になる。与党の候補者とかの、まあもちろん、まあ、大政党が中心になる。一応は全員やってんだけど、まあ、政策ということになるとやっぱり、まあ、与党の声、まあ、考え方がどうしても前提として紹介したいとかね。そこなんですよ、うん、そこがあって、まあ、自民党の候補者の声が代表の声が出て、うん、次に民主党が出て、でなんとなくお約束的にこう共産党が出るみたいな、うん、こう並びで やるんだけど、うんうん、とにかく民主党の願いとしては、うんうん、少しでも野党の声をあなた広めてくんないかだったんですよ、うんうん、民主党というよりは野党の声を少しでも多くしてくれっていう依頼を受けたんですよ、うん、そのだからやっぱその与党寄りの報道っていうのが嫌だったんでしょうね、うんうん、彼ら、うん、ただまあでもそのだから2009年に民主党が2009年に政権取る前からの話ですね。それ野党時代から、いや2012年のあ下野した後にね、2012年の負ける前の選挙です、うん、ああでだからその時は、まあ、民主党は一応政権与党だったわけだけど、だから野田さんが解散しますよって安倍さんとやった時の話です、うん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 、その選挙で俺は初めてかかった、ね、うん、でもその時はまだ一応は与党だったけどね、一応与党です、与党だったけどね、まあ、その後に要するに下野したところで野党の声を乗せてくれるという話でしょうけどね、でその後13年に、まあネット選挙解禁になるわけだけど、そのあたりも関わってきた、ね、関わってますよ。で それからどういう形になって随分変わってきましたか。ね、基本的にはネットの威力を発揮するのって、うん、もっとちっちゃい話だと思ってるんですね、うんうん、その県議会選挙とか、うんうんうん、市議会選挙とかで16人当選するとしましょうか、うんうん、そうするときに18位ぐらいの人が16位になるのどうするかみたいなね、あこれが実はネット選挙一番大事な気がする。あで国政には、まあ、もちろん高市さんを総理大臣にとかいう動きあったりするんですけど、うんうん、もう岩盤票である高齢者あんまネット使わないので彼らのパワーにはネットかなわないと私は思ってる、うん、むしろその、地方選挙の当落線上の候補を確実にの当選させるパワーがネットにあるかなって思います、うん、あなるほどね。それはやっぱり既存メディアだとどうしてもその触れてない部分だから、そういう人たちをこう、まあラストのところのちょっと、まあ、1票でも2票でも取っていこうっていうところで強みが出てくるってことですか。そこなんですよ。例えば本当にその候補がね、阪神タイガースが好きですとかね、例えばそういう情報だけで、う
10票ぐらい上がるかもしれないわけなんですよね、うんうん、なるほどなるほど。でそこにネットを活用するのがいいんじゃないかっていうのはなんとか今思ってて、うん、なるほど。でやっぱ衆議院選挙参議院選挙比例とかだと結構ネットを駆使しても難しいかなって、あの一応ね、うん、効果としてはハッシュタグ作って高市さんを応援しますとかね、うん、そういうのを出すことによってウェブメディアが取り上げてくれる、新聞社も取り上げてくれる、うんうんうん、で高市現象落ちきてますとかいう効果はあると思う、うんうん、そこを狙うのが筋だと思ってて、うんね、ネットになんか書き込むことによって全て変わるんじゃなくて、とにかくメディアにどう受けるかを考えた方がいいかなというのがネット選挙の国政選挙における使い方かなと思いますね。なるほどね。だからどういうふうにあのネットと言わず既存メディアと言わずどういうこうワードを弾けるかというような、そこが大事だと思うんですね。だから、はい、まあだからやっぱりその言論の負ですからね、まあ、まあそういう意味ではその言葉という問題になってくると、まあ、若干色物的な話にはなっちゃうんですけど、まあ、今回のまあ総裁選に出ながら実はあの主役であったはずだけど3番目ぐらいになったのかな、あの小泉あの進次郎に関するネット上での話題ということでちょっとあの話題を変えまして次のテーマです。進次郎公文っていうのがね、あの石丸公文っていうのが話題になったんだけど、今はあの石丸公文じゃなくて進次郎公文というのが今ネット上でというか、非常に話題になっておって、ただ彼はあの自民党の選挙、対策委員長でもありますんでね、これがどういうあの影響をあの与えるのかという、ある種の軽さというかある種のこう、うん、まあ資質がそれがまあ小泉進次郎個人の資質なんだけど自民党がを投影していくとするとこれがどういう影響、まああまり影響はないのか知らんけど、まあこれをちょっと点検していきたいと思いますが、まずは小泉進次郎公文というものをちょっと出したいと思いますが、はい、あの基本的にはですね、まあいろいろあるんですけど、これはピクシブっていうサイトのこう辞書みたいなものの切り取りなんですけど、一番有名なのがその主要な使用例を解説するところですねってありますと、で主語と述語全文と構文の内容がまるっきり一緒っていうのが、うん、このピクシブの辞書の方は解説します。でもうこれ見ると分かるんだけど、ですね、今のままではいけないと思います、だからこそ日本は今のままではいけないと思ってるとか、ね、あとは政治に無関心であるということは無関心のままでいられると思います、だけど政治に無関係でいられる人はいません、あのなんで2回言うのこの人って感じなんですよ。まあそうね、約束は守るためにありますから約束を守るために全力を尽くします。そうこれだって、ね、約束は私は必ず守る所存でございますって言えばいいわけじゃないですか。で なんでこんな言い方するんですか。だけどおそらく一つはこう小泉進次郎の今我々が言うとなんとなくあのまあおバカさんっていうことになっちゃうんだろうけど、うん、彼は確かにこの間合いというのかな、うん、そのリズムが何か何事か大事なことを言ってるという感じはありますよね、うん、そうなんかねこうインタビューとかうんってこうやってね一瞬こううんって考えてそれパッてなんかひらめいてなんか言うんですよ、うん、で内容ないんだけど、うん、石油プラスチックって石油でできてるんですよとかね、うん、なんか一瞬はって思うんだけど、うん、いや当たり前だろそれみたいなね、うん、そういうこと言い出すわけですよ。石油はプラスチックでできてるんです。あ逆プラスチックはプラスチックは石油でできてるんですみたいな、だからプラスチック石油はプラスチックでできてるんですって言ってもそのまま取っちゃうような言いっぷりをするんですよね。そうで、あとやっぱ面白かったのがまあ温室効果ガスの削減問題について小泉氏は2013年比 46% 削減を目指すって言ったんですよね、うんうん、
それ TBS の、 あのテレビの報道番組で行ったんですけど、でそのキャスターからなんで46かって言われたら、46ふと浮かび上がったみたいなこと言ったんですよね。でその時ネット上だと、こいつもしかして乃木坂46のファンなんじゃないかとかね、そういうツッコミが入る、ね、欅坂46のファンだからそれ言ったんじゃないかみたいな。とりあえずお前46ってのがよく分かんないんですよ。普通50とかね、30とか、80とかっていうのに、なんで46なんだよお前っていうね、で それは、まあ、まるでどっかから来たかは分かんなかったね。ふと思いついただけらしいですね、46は。なるほどなるほど。でそれその時セクシーにも入っちゃった。セクシーはその前の時の確か国連かなんかの環境サミットで、隣両隣に女性の別の国の方がいて、環境もなセクシーに取り組まなくちゃいけないみたいな話して、あの小説家の山田栄美さんとかはね、自身 の、 あの女性セブのエッセイで、何なのこの発言って、セクシー発言とか言って怒ってたりとかね、環境問題セクシーに取り組むってなんじゃって、でそっからねポエム大臣とか言われたし、でそっからその新次郎構文が発明されたってことになるわけですよ。まあそうですね。それで今回まあ総裁選ということで、久しぶりにまあ表舞台で発言の機会が非常に多くなって、これがよりこう強化されたようなね、あの新次郎構文っていうものとしてカテゴライズされてきたわけだよね。そうでもね、不思議とね、小泉進次郎さんってネット上ではそんなに嫌われてないんですよ、面白がられてるだけなんですよ。まあそうだよね。だからまあある意味では毒にも害にもなんないようなことを言ってるわけでね。たまにまあだから今回で言うと、あの一番、まあ、ある意味で注目されて、かつそれは本当の意味での実質的なマイナスとか弊害も見えてきてしまったのは、やっぱり雇用のね、あの問題で、やっぱり終身雇用に対してやっぱりあの非常に厳しい、まあ彼はあのそこら辺は非常に、あの制約というのかな、してごということで、それで結構は、支持を減らしていったんじゃないかということはあるけど、ね、それ以外はまあ何を言ってるのかという感じ。まああとはあの年金を80歳からとか過去に発言したことも明かされちゃったりとかしてます、ね、とは言ってもこの人はなんか無害な、なんかすっとんきょうの発言する方やなっていうぐらいの認識ではネット上おるわけですよ、そうね。でもまあそれがまあ、ある種の選挙対策委員長ということでね、今後これがどうなってくるのかね、まあ、ただね本当にやっぱ小泉さんって前に見たネット上の映像だとね、こう新幹線に乗ってて、で降りる直前かなんかにあのドア開けてこう待合室みたいなのあるじゃないですか、その新幹線のドアの。そこにいたおばさま方がキャーキャーって叫んで握手するっていうね、やっぱ人気あるんですね、かっこいいから、まあまあイケメンだからね、それとあとはやっぱりあのまあ公文にしちゃうと、でも要するに公文と言われるだけにこういう中身のないことを言うと言いっぷりがこう、あの非常にこう声もいいし、そうなんですよ、あの間の取り方というのがうまいと、役者というか歌舞伎的なね、それがあの、まあ、人気なんだろうなという。そう、後で活人すると何言ってんだこいつ、何も言ってないだろうってなるんですけど、そうそう、一瞬煙に巻かれちゃうんですよね、まあそうだね。だからでましては今あの、動画でもね何度も見れるから、それで面白がるというようなキャラクターになってしまったね、まだ43ですからね、今後に期待ですね。今後に期待というか、どう政治家としてなのか、エンターテイナーとしてなのか微妙なところですけどね。まあでも小泉家を継ぐからにはここから役者になるとか
私なんじゃないですか、でイケメンなんかいけると思うんだけど、役者とそういう意味じゃなくて、ああ、そういう意味、要するに政界の中のエンター 色物的な、はい、あの存在になってしまうんじゃないかという意味でね。 それはさ、うん、菅さんの最近の映像を見ましたか。いや、選挙の応援に来た菅元首相、うん、75歳、うん、ええ、もうね無表情でヨボヨボなんですよ。お、心配するぐらいもう本当に菅さん弱ってる。それはまあ病気なん、わかんない、病気なんかなんか知らんけど、うん、本当に、うん、なんていうの、こう無表情なんですよ、うん、それはだからで歩き方もこう、うん、あのおぼつかないんですよね、うん、それはだから病気かなかなって、あの今の自民党の中での立場でいうと、まあ、ある意味では石破さんを、石破政権を支える一つにはなってますよね、うん、で今回の総裁選でも勝った要因の一つに岸田さんと菅さんの影響ということになってるから、で、まあ、新庄たちも、まあ、最終的に石破さんの方に行ったわけで、うん、というかもともとは悪くはなかったからね、うん、そういう意味では今の立場上はねそう悪くないんだけど、それだとするとまあそれが話題に今なってるわけで、ね、今ネット上でその菅さんの、うん、こうなんていうのか、こう老けっぷりというかね、うんうん、数年前まで総理大臣だった方がここまでなんか隠居してるおじいさんみたいになっちゃうか、うん、あれ総裁選が始まった頃、まあ、よくいろいろ出てきた、その頃はあの結構かあのしっかりしてた感じは しましたけどね。 今の映像すごい、まあ、1ヶ月程度でそう変わったってことなのかな、うん、それもあって話題になってですかね。そうです、うん、なるほどね、まあ、ちょっとまた話題を変えまして次ですけど、これもまああの選挙になると非常に、うん、ね、あの選挙らしいなという、まあ展示方なんだけど、まあこれは分からんでもないんですよね、うん、でまあそのいくつか の代表典型例をちょっと今示したいと思いますけど、いいですか。はい、これですね、あのまず枝野幸男さん立憲民主党で、今朝は少し贅沢 S 屋にいてって、これはまあすき家に行って朝定食を食べた話ですね、うんうん、でこれはあのご飯にあの目玉焼きとかソーセージがついてるものをこう食べた、うん、でこれねなかなか美味しそうですね、バランスも取る、でそこでそのこれに対してちょっと前に戻っていただきたいんですけど、令和新選組の支持者の方が、あの私たち令和サポーターズは外食とかいつも我慢して、外食行っても一品だけどおかずは我慢して衆院選のために寄付しているのに魚でするなっていうふうに、うん、とにかく枝野さんは多分私は皆さんと同じようにすき家でご飯食べてますよって言ったのに、うん、外食さえ贅沢だっていうふうに令和のサポーターは言ったという事件がありました、あ、騒動がありました。で先に進めていただきたいんですけど、で結果的にそのこれちょっと面白いんだけど、うんうん、この彼女はさっき批判した、うん、あのソーセージでさえイチャモンつけるんですよ、うんうん、なんでか分かります。ソーセージが贅沢、違います、男性器に似てるってことで、それでモザイクをかけて転送するっていうことをやったんですね。私はもう男のあれなものは見たくないみたいな感じでここもモザイクかけて一体何したいんだこの人って感じなんだけど、とにかく枝野さんがこのまあ、あのおかずのたくさんのねすき家の定食を食べてることに文句言ったと思えば、うん、さらには、うん、あのソーセージは男のあそこの象徴であるってことで、うん、それも問題視するっていうですね行動に出た。でそれに対して私がこの、うん、女性に対して文句をツイッターで書くっていうに至るんですけど、それも出してください、すいません、違いますね、あの山本太郎のうなぎですね、
これです、はいはい、ですね、これ山本太郎さん令和の代表ですね、うんうん、で松坂屋の、5100円のうな重食ってるんですよ。うん、これはあの電車っていうか新幹線、ね、新幹線で、あの俺はそのさっきの方に対してこうやって、うん、お前らの当主が魚で一人やろうって書いたんですね。あで元々ね、うん、野党の支持者って麻生さんはカップラーメンの値段知らなかったとか、うん、まあね、安倍さんは3500円のカツカレー食ったとかね、 で庶民はぶったと、庶民はぶったで、あと菅さんは2800円のパンケーキ食ったとかね、うん、それも庶民破って、うん、そうで、だからずれてるわけ、ね、ずれで今の山本太郎さんにしても、うんうん、おそらくだけど、うん、新幹線の普通車に乗ってるアピールなんですよ。ああ、国会議員ってグリーン車乗れるじゃないですか。ああ、だけど私はあの普通車乗ってると、そう、普通庶民の気持ち分かってるけん、うんうん、普通車乗ってますよって、うん、そこで、うん、うな重、ここはもう4割引きのスーパーの18時半のおにぎり2個出せよって俺は思うのね、うんうん、で別にその山本さんが何かがいいんですけど、うん、令和のサポーターの方が外食我慢してるって言ってるわけでしょ、うん、まあそれを見てるかどうか置いといて、うん、だから要するにやっぱりあの政治家がいくらこう庶民はぶっていろんなものを庶民にアピールをしようと思ってもどっかずれちゃってるのねということ、嘘くさいですよそんなもん、うんうん、で別に本当にステーキうまいとかでいいと思うんですね。まあでもわざわざ出す必要ないよね。そもそもただわざわざ庶民かぶりしてない、うん、枝野さんだってすき家に行ったことをアピールしてない。まあまあね、うん、でそのあうん、あとはあれなんじゃないの、やっぱりあのネットってそのツイッターにしてもあのフェイスブックにしても SNS は食べ物をアピールするとあの目がいくっていうのがあるから、どうしても食い物とセットをあの庶民派ぶるのもあるんだろうけど、その方があの見てくれるのかな、フォローしてくれるのかなと思うのっていうのはあるのかな。そこもあるし、あとね、うん、これの代表的な例が、うん、安倍晋三さんが、うん、総理大臣返り咲いた後、2012年に、その後に、コンビニでガリガリ君を買ったって食べたっていう投稿をツイッターにしたんですね、うん、そしたら安倍さん意外と庶民派なんですねとか言ってすごい評価されたことがあったんですよ。だからやっぱその SNS に庶民派っぽい投稿するとウケるっていうのを、うん、っていうのは、うん、まああるよね。で食べ物っていうのが比較的こう、とっつきやすいっていうのはありますよね、うんうん、まあ音楽をこういうの聞いてますってあるけど、それだと若干好き嫌いがあったりとかもあるし、なんか食い物っていうのが一番、だからうまい棒最高ですねとかね、うんうん、10円から12円15円になりましたけどやはり美味しいですとか書くといいんですよ、うんうん、だからそれでただあの結局こうやって大概はあのこちらが思っているものよりも、まあ、贅沢なものに行っちゃってるのかな大体。そうなんですよ。だからそこで、うん、そのまさかねすき家の朝定食で、うんうん、あんな叩かれるとは枝野さんも思ってなかったと思うんですよね。まあそうね、まあ、確かにあれはあのちょっと高めの朝定食だと思いますよ、うん、ただ単に納豆とあの味噌汁の定食とは違うと思うんだけど、うん、でもとはいってもねこれで贅沢だって叩かれちゃう。まあでもその後のこの投稿した方のやっぱり あれじゃないかな、あのパーソナルな見方だからね、うん、で山本太郎 のうな重うなぎ弁当には何も言わないわけですこの人は、うん、まあまあ、まあ、これ5100円ですよ、うん、まあだからこれはでこっちの右のやつ並んでるのは何ですか。あれは要は多分山本太郎さんがこれ食べてるのは、うん、どれだってことを検証した人がいたってことです。あ、なるほどなるほど。その松坂屋に行ってだちゃんと検証してるやつがいるわけですよ。で右 の, あのあこう
こう見て、ああ山本さんが食ってるのはこの一番左のね一番高い5100円のやつだということをこれ で、うん、そうそう、で俺もこれ写真勝手に解釈しただけなんですけど、なるほどね、だからまあそれだけ撮ってみるとこういう話になっちゃいますよね。ウェブはバカと暇人のものだっていうことでいいじゃん何食ったってさそう、それもまあ そうだけど、まあアピールすることの何をアピールしたらいいかしたらいいかという考えることの貧困さが現れているということかと、ね、はい、だからこういうもんでなしに本来政策やなんかをしっかりと議論すればいいんだけど、ただネット選挙ってなるとネットだと何を受けるかってなるとこういうことをみんな一生懸命考え、なんか庶民派アピールみたいなね話になってきちゃうわけですよ、うんうん、でもまあある程度はいろんな一定の効果があると思ってるから続けるということなんだろうね。ただやっぱその庶民派アピールすると反発が来るっていうことも事実として存在するわけだから、うん、あんまやんない方がいいかなと思うんですけど、まあ、その意味での学習能力が若干欠如してるのかもしれないしね、うんうん、はい、ということでそれでまあ若干色物的なテーマが続きましたけど、で、次ですね、あ、ここですね、これは非常に大事なこと で、ね、でやっぱりこれテレビのコメント切りというのはまあ、ちょっと分かりにくい人にはご説明する と、要するにテレビでは、まあ、テレビそのものもある程度編集しなきゃというか、ただ選挙になってくると我々はね編集がしづらくなるわけですよ。新聞もねなるだけ書いたものをそのまま載せるとか、あるいはまあこちらから求めたコメントはね、あるいはテレビでもやっぱりその今各党の党首が出て、スタジオで話をしますけど、まあ時間もなるだけ均等にとか、うん、あと途中で切るのもまあ編集したりするってことは大体生でありますかないっていうことになってるんですけど、それに比べるとそれをネットで要するにテレビで出たものをネットでこう YouTube やなんかで流すときはそれを当然それを発信する人がある程度は切り取ってやると、で意図を持ってやってる、意図を持ってやって、うん、でこれの場合大体個人ということですか、うん、あるいはどっかの政党なり、あるいはそのメディアがそれを切り取ってやるとこれはこれで問題にはなりがちだよね。そうですね、うん、まあ、メディアがやることはあんまりないと思うんですけど、まあないしね、あくまでもそのアンチか、うん、支持者がこんなに立派なこと言ってますよっていうふうに切り取るか、うん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 、こいつはこのようなクソみたいな意見言ってますよって切り取るかどっちか、うん、そうね、でそのいくつかの典型例を、はい、まあ、中川さんがちょっとチョイスしたのをちょっと見てみましょうか。はい、はい、あ、違います、山本太郎のなんか動画、あ、スクショがあるんじゃないかなと思うんですよね。いやいや、でいや、ショートカットしたやつですね。ね、スクショで山本スクリーンショットですね。あ、でもさっきから見てないからもしかしたら、じゃあまあ言葉で説明すると、うん、ですね、まあ、山本太郎さんが顕著なんですけど、うんうん、党首討論とかでテレビに出るじゃないですか。はいはい、でその時にその例えばそのテレビ番組1時間あるとした中でその中のね1分ぐらいを X にアップするわけですよ。はいはい、そこはもう山本太郎さんがものすごい理路整然と喋ってる動画を出す、うんうんうん、で山本さんは一番議論が上手だとかね喋、うん、るのがうまいっていうふうに支持者が書く、うん、一方大石さんって代表、うんうん、代行でしたっけね、あ、はい、女性の、ね、はいはい、で彼女がその
政治と金についてしどろもろになってる場面だけを切り抜くアンチもいるわけです、うんうん、なるほどね。それは全体を通してみればそれなりに理路整然と話してるんだけだろうけど、それなりにね、うん、それに対してまああのあれ私もちょこっと見たけど、あのいろんなこう反論もあって、それに対してしどろもどろになってる。そう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 、ね、でもだそのもしかしたら、番組全体で彼女の主張はまともだったかもしれないけど、うん、そのしどろもどろになっちゃったとこだけで、もう全体として大石さんはおかしい、霊はおかしいみたい な,、ねうんなね、そういう感じの論調にネットでは持ってきがちなんですよ、ね、あと山本太郎さんの言論は素晴らしい、他の政党の代表はアホやっていう感じで持ってこうっていう意図がものすごく切り取りのね、うんうん、画像を1分とか載せることによって印象をつけることが可能になった。だから お互いがそうやってやり合ってるっていうことだよね、うん、それはだからあのいろんな陣営がやってるという陣営というところでなく ただ何個人の好みはないかなと思いますけどね、うん、好みというか個人としてその支持者なり審判なりが、うん、アンチなり審判なりがそれをやって、うん、いろんなところで流すと。そうただそれが一定のこうフォロワーも得る場合もあるし、うん、あるいはそういうものを出すと非常に自分がフォロワーを獲得できるかなというのも。そこまではあんま考えてないと思うんだけど、どちらかというとアンチか審判かという、うん、自分の政治的心情でやってる。そうそうそう、それでやっぱその動画見た人は、うんうん、山本太郎さんは素晴らしいこと言ってるって思う人と、うんうんうん、あと大石さんは指導者でこの人も実は裏金とかかかってんじゃないかとか、ね、なんかそういう憶測を持って今後の投票行動に移しちゃうっていうこともあるわけですよ。で、うん、とにかくあのアンチは貶めることしか考えてない。それはあの今、まあ、例としてその山本太郎とその、まあ大石さんの例が出たけど、他でもやっぱりそういう切り取りはいっぱいあるわけですか。もうあの政治に限らず、うんうん、もうプロスポーツとかでもそうです、まあ、それ今あの選挙の話をしてるもんだから、うん、あのこの選挙でも相当ある。ある、ね、あのとにかくテレビ番組に党首討論とかで出る場合は、うんうん、そこで少しでも迂闊な発言とかね、失言、うんうん、なんか根拠の弱い発言とかをバッてそこを録画して、うんうん、それを出せば、うん、あのなんとか党のなんとか党首は、うんうん、あの根拠を薄弱であるとか、ね、なるほどね、言えるわけですよ、その部分だけで。だからまあ既存メディアは そこら辺を非常にこう神経質に、うん、あのあれ、編集なしでやってんだけど、まだそれを切り取られて出されるから、だからあのそういう切り取られることも分かって、なるだけこう、うん、これは切り取られるとまずいなというワードも考えながらやる人もいるかもしれないし、いや絶対そうしなくちゃまずいんですよで例えば一瞬プチッて切れて何ですかこの野郎とかね言っちゃったとするでしょ。でそこの何ですかこの野郎だけが、うん、もう広がっちゃうわけですよ。まあ何ですかこの野郎は多分言わないだろうけど、うん、それおかしいですよねとかね、ちょっとそこでまあエキサイト、それであれなのかな、あのテレビとか今あの党首討論やなんか選挙が始まると比較的みんなあの温当に発言、うんうん、あの厳しい言葉であってもそれは非常にこう抑制されたね、うん、言葉で言ってるのってそういうところがあるのかな。そで例えば本当に、まあ、それの元祖的なものはやっぱ蓮舫さんだと思ってて、あ任意じゃいけないんですか、あまあ切り取られる、ね、まあね、事業仕分けの時にね、あれがずっと続いてるわけですよ、いま、うん、だに。なるほどね。で今回ね都知事選で3位、うん、3位だったらいいんですかみたいなね、うん、あとはだからまあこれは歴史的にも有名だけど、あのあまあ、一番歴史的なあのニクソンケネディテレビ討論でね、それで全体を見ると実はあれはあのニクソンの方があの論理的にきちんと話してるんだけど、いくつかの場面でケネディが追及した時にあのニクソンが答えられなくて、まあ、ある意味ではあのバカ正直にそれはうーんっていうふうに考えさせられるあのシーンがあって、うん、それがいくつかあったんでね、それをある種切り取られて、そこを見て
うん、いやこの人は優柔不断だとか ね、 ねそこがあれだし、あとはあのヒラリー・クリントンとトランプの時はね、ヒラリー・クリントンが非常にこうトランプは非常に荒唐無稽なことも言うわけですよ。それに対してこうまあ、あの完膚なきまで叩いたり、あるいはこう嘲笑したりとかね、あのそこら辺がある種の切り取られて、そういうこう情動、あのエモーショナルなところがやっぱり、うん、まあ実際問題見られがちだ。それは切り取ったというよりも印象として、その人たちが、うん、見る人たちがそこのところだけ記憶として、自分の記憶の中で切り取られるってこともありますよね。あります。だからやっぱこのなんていうか、美味しい場面を作らないっていうのが重要なのかなと思うわけです。そうだよね、うん、だからそれで党首討論が選挙戦始まると、うん、非常にこうなんていうかな、フラットな感じに、うん、なってしまうのか ね、 ですよね。ただ逆にそれはもう切り取られても何でもやっぱり露出が多ければいいなって考える人もいますわね、逆にそれは多分地方の選挙レベルの話で、ね、多分党首とかそういうのはちょっとビール取ってきていいですか。いやちょっと待ってください。まあそれはね、うん、あのあるかもしれんわね。あのだからそれと、あとはもうそもそも党首はそういうことはあの自分の問題ではないから、うん、あの自分だけの問題ではないからやっぱり慎重にやるけど、確かに、まあ自分は当落線上だ、ここで一発勝負かけなきゃいけないって、うん、リスクをあれして、でもそれは露出を増やした方がいいという戦略を、うん、に立つ人もいるかもしれない、ね、国会とかね、その国政選挙でそれは悪手だと私は思いますけどね、うんうん、あんま目立ってもしょうがないと思うんですよ。その体制に影響を与えないというか、まあまあそうだけど、その人にとっては必死だからということもね、うんうん、でまあ、あのそういうことも全部付き合わせて、結局じゃあどういうあの、部分がそのネットということを有効利用して戦略としてあの強い、あるいは成功してるか、あるいは失敗してるかということを、うん、やっぱり最後ちょっとしっかり点検したいと思います。そうですね、これはねすごい例があります。最後のテーマですけど、うん、いいですか。あの選挙速報のやつですね。投票会というかそのテーマをまずね。あの和田政宗さんのやつですね。そうこれですね。違います。これはこれね、これがテーマ、ね、これですよね。うん、要するにまあ結局そのまあ選挙でどうやったらまあ人気を獲得してうまく、まあ、勝利に持っていけたかという、なかなかネット戦略がそれが成功したか成功してないかっていうのは分かりづらいんだけど、はい、でもあの どの部分がやっぱりそのある種のネット戦略の成功不成功分かれる顕著な例があれば、それをまあ題材にして、はい、そのネット戦略の有効性をちょっと考えてる。そうですね、多分ネット戦略重要なのは、本来行かない選挙行かない人たちをどんだけ心を揺さぶるかだと思っとって、うん、でなかなかこの人面白いじゃないですかって、うん、普段からのネット上の情報、うん、まあ、ご自身の YouTube でも、うん、あの SNS もいいですけど、そこから感じる人がその見た人の中の 3% でもいれば結構変わるわけですね、うんうん、そのあたり の具体的な例がちょっと示した方が分かりやすいと思います。2013年のね、参議院選挙宮城の、これがね、あのネット選挙解禁最初の選挙なんですけど、うんうん、これは見事だったと私は思ってます、うん、でこれすいません、朝日新聞 の、 あの選挙区開票速報で、うん、ごめんなさい、東京新聞
ではもうすぐに消してましたんで、うん、ちょっとごめんなさい、もう一回画面見ていただきたいんですけど、はい、ですね、まず愛知二郎さんっていう方が、うん、自民党の候補で圧勝ですよね、うん、でこれはもうまあ2人しか通んないですけど、2番目の和田政宗さん、うん、みんなのここがポイントだったわけね。そう、あと岡崎富子さん、これ3番目の民主党、うんうん、で本来岡崎富子さんが勝つはずの選挙だったんですよ、うんうん、和田さんって方はもともと NHK のアナウンサーなんですね、はいはい、で岡崎富子さんがこの選挙にあたって優勢だったんですけど、直前にですね韓国に行って、従軍慰安婦の、地元の団体の支持をする会場、イベントに行ってたことが、はいはい、出てきた、アンチがこう拡散したんですよ。なるほど。ネットでそれは公表してなかった、公表されてたんですけど、うんうん、とにかく岡崎さんを投票さす、あに当選させ、要するに選挙とは関わりない形で それが言った、そう、その選挙戦の前に言ってたという、うん、過去ですよね。そうです、全然関係ない時に岡崎さんが、うんうんうん、慰安婦の件で韓国 の、うんうん、その主張してる人を応援してるっていう、うん、写真とか出回るわけですね、ネット上で。そこでそれは選挙になってから出回ったけどね、はいはい、で日本中 の、 その保守派とか、うん、まあ、韓国嫌いな人が、うん、岡崎富子はこういう人間で日本を売ろうとしてる売国奴だっていう風な運動を始めるんですよね、うんうんはいはい、とにかく岡崎富子を落選させなくちゃいかんってなる、うんうんうん、ただ和田政宗さんって保守の方だから、うんうん、でもう俺はもう2位になる、1位にはなれないの分かってるから、うん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 、岡崎富子に投票するんだ、俺に投票しろっていうふうにネット上で運動を始めるんですよ、和田政宗さんが。それはそういうある種の文言で言ってるわけ。いや、もうそれに近い形で言ってる。もう3位になると2位になると全然違うから、当選か。だからその岡崎富子さんのこのネガティブ情報を、うん、に自分を乗ったってことですよね。完全にそうで、うん、それに見事にもうネット世論沸騰するわけですよ、うんうん、で和田さんを応援しようってなるわけで、うん、そこに宮城の選挙区の方々で、うん、ある程度保守の人たちとかは、うんうんうん、なんと和田さんを最後応援すれば、うん、岡崎を落選できるんやっていうふうに考えて、うんうん、最後の最後にブワーって和田さんに投票して、なるほど、さっきの見ても分かる、500票差ぐらいで勝っちゃうわけですよ。なるほど。でもそれはさ、そのまあある意味でのこうネット戦略上、こう意図したネット戦略上のこうある正攻法な勝ち方でなしに、ネガティブ情報をうまく利用したということで、必ずしもまあ褒められたもんじゃないというか、 いびつな例でもあるよね、ある意味、まあ、ある意味ね、ネットのまあ現実はこ、うん、そういうものなんだろう。そうそう、で和田さんの素晴らしいところを述べるんじゃなくて、うんうん、対抗馬を落とすためだったら落選運動のようなものだもんね。落選運動です、うん、だからそういう意味でのまあ結局今日の話で一番ネット選挙って何なのってなると、そういう、うん、なかなか悲しいオチになっちゃうんだけど、いや今のがもう結論で俺は和田政宗氏の選挙活動は見事だったと思ってます。で最初の石丸伸二の話もある意味ではちょっと違うんだけど、構造は似ちゃっててね。ですよね。つまり、うん、あれの場合はその対抗、本当の落とす表向きのターゲットは小池百合子知事なんだけど、批判してたのはそうでなしに蓮舫の票を取ったという形での形は違うけど、ある種の落選運動に通じたと。そうですね、蓮舫の票を取った石丸さんにとってものすごくやっぱ重要だったのは蓮舫さんに勝ったってことなんですよね。いや、もともとだから自民党の参謀がついてたから、花からそういう戦略だったんじゃないの、うん、でさっき今挙げた和田政宗、岡崎富子の話と違って、あれはあるところから湧いたその ネット民
から得た情報をうまく使って、うん、もっと露骨な落選運動、つまりその相対的な落選運動じゃなくてね、相手に言うべき票を自分が課されていて、相手を、まあ、ある種、ネガティブキャンペーンで潰していったという、うん、もっと露骨ないやあれすごかった、びっくりした。本当岡崎さんが勝つっていう予想だったんですよ、あの宮城の選挙区に関して。でネット選挙始まったその最初の国政選挙なんで、和田氏のあの戦略が見事だったなって今でも思いますよ、これは。なるほど、戦略というかあれですね、ただ今はっきり言えてるそのネット、まあ、キャンペーンので効果がはっきりしたものっていうのは、それが今の、うん、ネット空間、ネットでの選挙の現状ということですよね、はい、2013年の例だけど、いまだにこれをそう以上にうまく利用した例はないんじゃないかと。ないと私は分析してるしもちろんその地方の議会の選挙ではもちろんあるかもしれない、うんうんうん、でも国政選挙だったらもう和田政宗さんの2013年の第1回ネット選挙解禁のこれしかないんじゃないかなと思ってます。まあでもこういう形でのそのネットの強みが出るというかことでは非常に日本の、ね、選挙の在り方も問題なわけで、はい、これをまあもう少しねその、まあ、いろんな候補者の政策だとか要するに暮らしに役立つためにはどういう、ことで議論した方がいいかということで、既存メディアだけではやっぱり届かないような話がネットを通じて隠されている論点が見えてきたということが功を奏してある一定の、あ、それはいい議論になって選挙がこう、まあ、民意を反映させたなという意味でそのネットが、いい意味で機能するということはないんですか。いや これからあり得ると思うしでもまだ本当ネット選挙っていう言葉が始まってからまだ11年ですよ、うん、で選挙のねこのシステムなんかもう、うん、もうなんかずっと続いて100年ぐらい続いてるわけじゃないですか。例えばね、私は思うのは今一番こう今の衆議院選でいろんなテーマが主要テーマあって、まあ、新聞社はいくつかのテーマを、まあ、あまり多く掲げるとそのちっちゃうのでいくつかにして、東京新聞であればやっぱり暮らしの問題、それとやっぱり裏金をどうするんだとかね、うん、あとは、まあ、防衛費の増強のようなものに3つ絞ってんだけど、ただどこもそんなようなことをやって、まあ、ネットも似たようないろんな議論になってんだけど、例えば今私なんか埋没しちゃってると思ってるのは統一教会の問題ですよ。あ、そうですね、だから、うん、そこら辺は埋没してるので、まあ主要メディアもそこをやればいいと思うんだけど、そのネットなんかではでそういうところをねしっかりもっとやっていいんじゃないかと思うんですけどね。だからむしろそういうことを補完して埋没しがちな議論をしっかりとで もう一つ言えば、やっぱり既存メディアはやっぱり若い人、選挙に行かない人になかなか届きづらい、うん、それはやっぱりそのネットを通じて普段新聞を見ない人たちが、あ、選挙ってこういうことやってんだ、あ、それ私も関係する、あるいは、あ、こういう人たいるんだ、この人興味も持っちゃもっと知りたいわというきっかけになるようなことで、うんうんうん、もうちょっと機能してほしいなと思うんですけど、そうですね、うん、そういうところをこれから中川さんにもちょっと掘り起こしてもらいたいなという、はい、そうですね、だからなんかネット見てると意外と日本の若者というか、まあ、別に40代以下、うんうん、意外とこう政治に関心あるんだなということはよく分かるんですよ、うんうん、だから
別になんかあの日常生活も延長として選挙行けばいいじゃんとか思うし、で今回だって本当に今まで出した例のごとく、うん、若い人がこう選あ、ね、あの政治関係のネタをネットに出しまくってる現状あるわけだから、うんうん、あの関心はあると思いますので、うんうん、大丈夫ですよ、うん、だからまあそれをどういうふうに届くようにネットで組み立て、うんね、なんていうかな、まああの規制、まあ、政党だとかね各候補者がそれだけやってもなかなか届かない、まあ、そういうふうに努力してる候補者もまあ相当いると思うんだけど、うん、やっぱりまああのまあ既存メディアにしてもあるいはその、まあ、あの選挙をどうやったら面白く見てこなかなっていう あるいは若い人たちがあの関心を持つような組み立てを構築していく人たちもねあのいろんな、団体もあると思うんで、まあ、そういうものでもうちょっとこう今言ったようなあの和田と、岡崎争いのような形でなくこう機能していけば、うんね、いいなというふうに、はい、あの思いましたけど。どうですか。はい、あの一言一句同意でございます。ということで、ではこんなところで第1回はよろしいですかね。はい、ありがとうございました。で次回になるともう選挙結果も出ていますし、今度はねアメリカの選挙もありますね。そうやね。うん。だからまあ、アメリカの大統領選もいろんなちょっと日本とは違った意味でね、そのネットのまあいろんなあの問題点とか。あの原田とかあるいはこのある意味では、まあ、今後の、社会政治状況で、まあ、鏡のようなところがありますからその辺が見えてくると思うのでその辺を、チェックできるようになと思います、はい、ということでどうもありがとうございました。